建設受注に関する国の機関統計のデータ書き換え問題について、国土交通省の職員自らが書き換えを行っていたことが明らかになり、国会では審議がたびたび止まるなど紛糾しています。国会記者会館から中継です。はい。国交省は職員が統計データを自ら書き換えた理由について、同じ条件で前年度と比較するためとしていますが、野党は納得せず厳しい追及が続いています。 これ、原票を消しゴムで消したらまずいんじゃないんですか、子供にもこんなこと、恥ずかしくて言えませんよ、そんな当たり前の話じゃないんですか、えー、これ、改ざんそのものだと思いますよ、総理、どうですかこういった事態が起こったことは、これはまあ大変遺憾なことであり、この経緯や、あるいはあこの原因、まあ、こういったものをしっかりと検証を行い、再発防止を行い、そして信頼回復につなげなければならない。 岸田総理は建設検察 OB や弁護士などを加えた第三者委員会の設置を指示したことを明らかにし再発防止に向けた姿勢を強調しました一方、野党は GDP ・国内総生産の算出にも影響を与える可能性を指摘しましたが山際経済再生担当大臣は書き換えのあった統計は GDP には直接使用していないとして影響は少ないとの認識を示しました。 岸田政権に対して攻め手を欠く野党としてはこの引き続きこの問題を追及していく構えです。